はい、ということで皆さんおはようございます。パクセレンです。本日やってきておりますのは群馬県 JR 上越線渋川駅です。この渋川は群馬県を代表する温泉地伊香保温泉の最寄り駅ということで、東京上野からやってくる特急列車草津島郷の停車駅になっているほか、上越新幹線が開業する以前より東京と新潟方面を結ぶ各優等列車の停車駅として選ばれていました。そして今回はですね、この渋川駅から動画のタイトルにもあります通り、関東の最果てへ向かう超スーパー秘境路線を全区間塗り通してみたいと思います。このスーパー秘境路線というのはなかなかすごくてですね、一部区間がダム湖の底に沈んだり、終点の駅まで行く列車が1日に4往復しかなかったり、まあそれはとにかくとんでもない路線になっているんですけれども、この路線の沿線の風景、まあ、あとは歴史などについてね、終点まで乗り通しながら皆さんにこの路線の魅力等をお伝えしていければと思っております。よろしくお願いします。そして今回乗ります関東の最果て向かう路線というのがですね、この渋川から伸びておりますこちらですね、この小野上温泉とか中之条、長野原、草津口、万座笠原口、最終的には大前までを結ぶこちら JR 吾妻線でございます。途中の中野原草津口までは上野から特急草津島号が運転されておりますので、まあそれなりに皆さんも使ったことがある方もいるんじゃないかなと思います。うちのチャンネルでも過去中野原草津口まではこの吾妻線についてご紹介したことがありますが、特にこの先ですよね、終点の大前まで行く列車というのはこれなんと1日に4本しかありません。中野原草津口とか万座笠原口まで行く列車はまあそれなりに運転本数あるんですけれども、このね、万座笠原口から大前までの間、ここ運賃が180円ぐらいこの一区間で変わりますけど、この一区間が本当に長いんですよね。ここに改札口もあるんですが、発車ご案内はねこういう風に液晶ディスプレイになっております。上越線上り下り、そしてこれですね、吾妻線、長野城、長野原草津口、万座笠原口方面。僕が乗りますのは9時20分発1番線から普通大前行きです。英語で見るとね、なんかお前って書いててちょっと怖いんですけど、大きな前と書いて大前。ここまで向かう列車は本当に少なくなっています。まあ、そもそもね、吾妻線自体を非常に本数が少なくて、この大前行きを逃すと次は1時間50分後の万座笠原口行きまでありません。この渋川駅から出発する大前行きの列車は、まず6時50分に1本、9時20分に1本、これが僕が今回乗る列車になります。そしてその後、ずーっと、万座笠原口行きや長野原草津口行きの列車があり、15時36分に3本目の大前行き、18時38分に4本目の大前行きがあって、もうこれ以降は全て万座笠原口もしくは長野原草津口までの運転となっております。本当にこれ終点の大前まで行く列車は1日に4往復しかないんですよね。長野原草津口よりも向こう側の景色を見るのは僕も今回が初めてです。さあやってきましたよ、1日に4往復しか運転されていない吾妻線の大前駅普通列車。かつて高崎線や宇都宮線、東海道線などで15両編成の長編成を組み活躍していた 211系、 現在ではこの高崎ローカルで活躍をしています。4両編成ですね。昔と変わらない湘南色のカラーをまとります。さあドアを閉めて渋川の駅を出発です。この電車は高崎から来ていますが、この吾妻線の電車はほとんどが渋川からさらに南側、新前橋、高崎方面へ直通運転を行っています。この上越線まで直通してこないとね、やっぱり高崎で新幹線と乗り換えとかそういった需要を拾うことができませんので、やっぱりそのあたり上越線に直通するというのはかなり重要なことになってくるんじゃないかなと思います。時間帯によっては高崎ではなく、その少し北側にある新前橋で両毛線前橋方面からやってくる列車と接続する形で止めてしまう列車なんかもあるんですが、ただ大体はもうみんな高崎まで行ってくれるような印象がありますね。この渋川駅の進行方向向かって右側の現在では草むしているところがありますが、多分ここも昔は線路が1本ぐらいは通されていたんじゃないでしょうか。ほらなんか明らかにここ昔線路あったんだろうなみたいな用地があるでしょ。そしてここで上越線の水上、長岡、そして新潟方面と分岐をしていきます。1982年に上越新幹線ができるまで、この上越線では特急とき号など様々な優等列車が数多く運転されていました。2014年までは上野から青森へ向かう寝台特急あけぼの号もこの上越線を経由して運転されていたんですけれども、現在ではこの区間で運転されている長編成の列車はもう EH200 系の貨物列車とかもそれぐらいしかないんじゃないかなと思います。
ここで上越線と分かれまして、上越線は上下線それぞれ線路1本ずつの複線なんですが、こちら吾妻線は上下で同じ線路を共有していく単線区間となります。ですので長野原草津口方面からやってくる列車とは途中の駅で行き違いを行わなければなりません。進行方向の左手に見えますこちらの大きな山が、これが榛名山ですね。上毛三山のうちの一つ。その手前に広がっているのが伊香保温泉です。有名な百段階段でしたっけ、めちゃくちゃ長い石段で有名な温泉地ですけれども、それがこの榛名山のふもとに広がっています。榛名山へは真ん中榛名駅、北陸新幹線の駅がまあ割かし便利だというふうに言われていますが、実際にはこの渋川からバスがいろいろ伸びておりますので、そっちを使った方がまあ便利なんじゃないかなと思います。真ん中榛名は本当に名前だけのアクセス駅ですからね。なお、この先吾妻線は渋川駅の北方で上越線に並行して流れている利根川に合流する吾妻川という川に沿って走っていきます。吾妻川がその水の流れによって作り出した小さな谷底を、そこを縫うように走っていくんですね。最初の停車駅、金島に到着です。この大きな高架橋は上越新幹線、画面の左が東京方面、右が新潟方面、この右側に映っている小高い山の中を有名な中山トンネルが貫いています。この中山トンネルの中には時速160キロの制限を設けたきついカーブがあり、その関係でこの辺りでは上越新幹線の列車はかなりの減速走行を強いられることになっています。これはもともと中山トンネルはまっすぐ線路を敷く予定になっていたんですけれども、しかしその中山トンネルの建設予定地の途中に水を多く含んだ非常に脆い地層があり、そこを掘っている最中に異常出水があって作業員の方が多く亡くなってしまったので、やむなくルートを変更し、少しきつめのカーブが生まれてしまった結果、現在の時速160キロのカーブが生まれることになりました。現在では時速275キロで上越新幹線の列車は運転されることになっていますから、この中山トンネルのあたりでの異常なまでの減速はかなり乗っていても分かりやすいんじゃないかなと思います。トンネル内ですからね、外の景色は分かりませんが、しかしブレーキがかかっている感覚で、だいたい今速度落ちてるからこれが中山トンネルだなというのは、フィーリングで分かるようになるんじゃないでしょうか。上越新幹線は東海道新幹線と違ってそんなに本数多くないですからね。別になんか時号12本ダイヤとかやってるわけではないので、どうだろうな、来てくれればラッキーかなっていう感じなんですけど、僕は吾妻線に今まで何十回と乗ってきて、ここで綺麗に上越新幹線の列車と交差したことは今まで一度もありません。本数少ないからねと思ってたんですけど、来ましたよ、これですよ、これね。27系新幹線時多分310号とかだと思います。東京行き多分時間的に310号ですよね。 E7 系新幹線が充当されています。この間までは E2 系と E7 系の2つの車両が上越新幹線で活躍していたんですが、もう E2 系は上越新幹線から基本的には撤退しています。新潟の車両基地に改装されるときにたまに E2 系が走ることがあるんですけど、旅客列車に関しては全て現在 E7 系での運転。もう少し前まではね、200系に E1 系に E2 系に E7 系にもういろんな車両がごちゃ混ぜになって、なんか JR 東日本の新幹線の中古車両の置き場みたいな感じで使われていた印象が強い上越新幹線でしたが、まさかね、東北新幹線よりも先に車種が統一されることになるとは思いませんでした。いや、お互いね、上越新幹線も吾妻線も本数少ないので、こういう風に新幹線が通過していく様子を吾妻線の列車内から見ることができるとは思っていませんでした。本当にラッキーですね。で、さて列車は次の停車駅宇和島を出発です。祖母に島と書いて宇和島と読みます。結構難しい駅ですね。そしてこの先ですね、列車は一つ川を渡っていくんですが、この画面の右側の一番手前側のところにね、農道のようなものがずっと線路に沿って並行していくことがわかります。これそのうちなくなるんじゃないかと思われるかもしれませんがですね、実はこのままなんとこの農道というか、まあ、歩道、これ多分車は通れません。自転車はいけるのかな、わかりませんが、こういう風に人道橋と一緒に川を渡っていきます。こういうね、鉄道道路併用橋じゃないですけど、人と鉄道が一緒に渡ることができる鉄橋は全国他にも、例えば東武スカイツリーラインの東京スカイツリーのあたり、隅田川を渡る鉄橋とかそうですけど、あんな感じでいろいろあるにはあるんですが、ただこういうかなりの田舎でこういう風に鉄道と人が同じ橋を渡っていくっていうのはかなり珍しいと思います。昔は大阪にもこんな感じの橋があったんですけど、今それ廃止されてますからね、かなり珍しい光景なんじゃないでしょうか。僕はこの橋行ったことありませんが、YouTube でね、動画がいくつか上がってましたんで、それ漁ってみたんですけど、あれはすごいですね。もうスリルがとんでもないなと思いました。ちょっと特急列車とかにすぐ隣で爆速通過されると、ちょっと生きた心地がしないでしょうね。列車は小野上駅に到着です。この小野上駅は駅のすぐ裏手のところにこんな感じで砂というか、まあ砂利でできた山があります。でこちらのこんもりした山は何かと言いますと、この線路の下に敷くバラストですね。でこの線路から伝わってくる振動、それから騒音を低減するためのもので、それを JR 東日本管内、特に首都圏エリアの各地へ運ぶための臨時貨物列車、小野上後輪と呼ばれるものが多く運転されています。この上にある崖から切り出してきた
この砂利をここで一旦保管しておいて、で必要とあればこの小中身駅にやってきた貨物列車に乗せて首都圏各地のこのバラストを必要としているところへ持っていくわけです。鉄道マニアからもこの小中身降臨はかなりの人気があります。列車が到着しますのは中之条駅。この渋川からノンストップでやってきた特急草津島港の停車駅のうちの一つです。この中之条からはバスで有名な群馬県の温泉地島温泉へアクセスすることができ、かつて運転されていた485系リゾート山鳥ではこの中之条を発着とした島温泉山鳥という臨時列車も運転されていました。僕も何回かお世話になったんですけれども、あれは本当に面白い列車ですね。大宮から高崎線、上越線、そしてこの吾妻線を通ってこの中之条までやってくる中之条、そして島温泉観光に非常に便利な臨時列車でした。もうリゾート山鳥も去年廃車されてますからね、もう乗れませんけれども、本当にいい列車でしたよ。島沢渡温泉口と書いてありますが、島温泉のほかもう一つ、まあここはそんなに有名なところではありませんが、沢渡温泉へもこの中之条からのアクセスが便利です。この改札口のところにはこんな感じで七夕の吹き流しと、それから笹が飾られております。本日は7月の7日ですからね、七夕ということで、まあ、多分地元の幼稚園とか小学校のお子さんたちが書いたんだろうな。駅の改札口には簡易追加改札機が設置されています。この吾妻線は渋川、中之条、長野原草津口、万座笠原口、これら4駅でのみ交通系 IC カード、まあ、スイカ、パスモ、トイカ、イコカなどを使用することができます。逆に言うとそれ以外の駅、例えば先ほど停車した金島とか、そういった駅では全く交通系 IC カードを使うことはできません。この辺りに住んでる高校生の皆さんはだから普段どうやって定期券買ってるんですかね。一応この辺りも東京近郊区間内には入っているはずなので、スイカ定期券は買うことはできると思いますが、ただ途中にいくつかね、さっきの小野上しかり金島しかり、スイカが使えない駅がポツポツありますので、どうなんだろう、あの紙の定期券、磁気定期とか呼ばれてますけど、それ使ってるのかな。ここには大きな赤十字の病院があります。やっぱりこういう地方部ではね、一つ大きなでっかい病院がドーンとあるだけで、この辺りの医療の現状というか実情というか、まあそういったものを簡単に見ることができるわけですが、列車は群馬原町に到着です。この群馬原町はこんな感じで駅名の前のところに群馬がつくわけですが、これは他に常磐線に原野町駅があるから、他の地域に似たような名前の駅がある場合はその前のところに固有名詞として旧国名などを関することによって区別をすることが少なくありません。有名なところでは例えば東海道本線の尾張一宮と外房線の上総一宮とかがありますけれども、この群馬県に関しては旧国名が神津家なんですが、神津家原町ではなく群馬原町となっています。これは神津家が漢字で書くと東京の上野と全く同じになるからでして、これ上野って読める人やっぱ多いと思うんですよ。神津家って読める人の方が少ないと思うんですけど、なのでこれでもし神津家原町とかしてしまうと、これ漢字で書くと上野原町になるわけですね。勘違いが発生してしまいます。そもそも上野原って中央線に実際駅として存在しますので、それで勘違いする人が多いから、それで群馬にしてるんでしょうね。実際にお隣の栃木県は旧国名下野なんですが、栃木県の場合は下野大沢、下野花岡と旧国名の下野を関する駅名が2つあります。やっぱりこの上野と書いて神津家と読む群馬県の旧国名の特異性がこういったところで現れているんじゃないかと思います。多分この似たような名前の駅が他の地域にある場合にそれらと区別するために、現在の県名を冠しているところっていうのは多分全国探しても群馬県ぐらいなんじゃないかな。列車が間もなく到着しますのは岩島駅です。でこの吾妻線の運行上の非常に重要な拠点駅、中野原草津口までは残すところあと2つですが、この線路を見てみると枕木が今でも普通にこうやって木が使われてるんですよね。この辺りまでは1日に何往復か特急草津島号がやってくる特急街道ではあるんですけれども、しかしそれでこういう風に木の枕木が使われているっていうのは、これはかなりすごいことだと思います。特急列車が走ってるんだったらね、この辺り全部コンクリート製の枕木に切り替えられていてもおかしくはないはずなんですが、こういったところが吾妻線のまあ言ってしまえば面白いところですよね。岩島駅を出発するといよいよここから先が吾妻線内で最も線形のいい区間となります。この先河原湯温泉、そして中野原草津口までの間は今から10年ほど前に新しく線路が付け替えられた区間。この先並行する吾妻川の山ダム建設工事に伴って、この辺りは線路の位置が大きく変わりました。河原湯温泉駅もかつての駅はもうすでに山ダムのその湖の底に沈んでおりまして、新しいところに移転しています。ですからこの先に関してはですね、もうこんな1時間に1本列車があるかないか、終点まで行く列車が1日に4本とかそれぐらいしかない吾妻線にしてはめちゃくちゃに線形がいいところとなっているわけです。こういうところでね、まあ、どうせだったら廃止してもよかったんじゃないかと思いますが、まあ、やっぱりね、万座笠原口、それから長野原草津口、非常に観光客の利用が多い2つの大きな駅を持っているから、さすがに廃止することはできなかったんでしょう。もしこれで吾妻線が沿線に絶
望的に観光地がない残念すぎるローカル線だったら、この岩島から先の線路は断たれていたかも分かりません。まあそれでもこういう風に新しい線路に付け替えられた上で特急列車も運行が継続されているのは、やはり日本一の温泉地草津温泉を沿線に擁する吾妻線だからこそでしょうね。ちょうどこの辺りで新線と旧線が切り替えることになっており、この先旧線がこのまままっすぐこの画面の奥の方、左奥の方へと進んでいきました。で、一方の新線はと言いますとこんな感じ、大きくて立派なコンクリートの橋を使って一気にこの吾妻川の渓谷を越えていきます。画面の左奥の方に現在の八ッ場ダムがあって、この真下をちょうど吾妻川が流れているんですが、ちょっとこの辺りではその吾妻川の流れもよくわからないですね。この先一気に山の中を長いトンネルで貫いていくことになります。いや本当にね、よくこんなん作ったなっていう感じですよね。で、通常のローカル線であればまず見ることができない非常に真新しいトンネル、通常だったらこういうローカル線のトンネルはね、なんか明治時代とか大正とか戦前くらいに作られたレンガ積みのトンネルであることが一般的で、こんな綺麗なトンネルであることはまずないんですけれども、やっぱりこれが吾妻線沿線に観光地を多く持つ非常に有名な観光路線だからこそなんでしょうね。この釣り革も見ていただくと、ちょっとすいません、このね、あのカメラのあれでどうしてもこういう風にちょっともやがもやというかしましまがかかってしまうんですが、見ていただくと釣り革が全然揺れていないことがわかります。つまりそれだけ線形がいいということ、釣り革が大きく揺れるということはそれだけ列車の揺れが大きいということであり、その分線形も悪いということがわかるわけですが、これでもう全然ね動いてないんですよ。まあ多少ねこうやって、まあ、微細な揺れはありますが、まあ、しかしほとんどもうずっとピシッと固定されていて動くことはありません。少なくとも横須賀線の西大井と武蔵小杉の間のようにもう釣り革がやけくそになって暴れ回るみたいな、そういうことは全くないので、つまりそれだけこの新線が作られた時代が新しいということであり、またしっかりと列車を高速で走行させることができるように配慮されているということなんだろうと思います。どうなんですかね、多分新線ができて吾妻線の走距離も多分ちょっとぐらいは伸びているはずなので、おそらく旧線時代のダイヤに合わせるためにトンネル内を高速で走行させられるよう線形がかなりいい状態で建設されたんだろうなと推測されますが、どうでしょうか。列車はそんなヤンバダム建設に伴って湖の底に沈み、新しいところへ移転してきた河原湯温泉駅に到着です。昔の河原湯温泉駅を僕は知らないんですが、河原屋根の非常にあの歴史のあるような見た目のすごいいい感じの駅舎だったらしいんですけれども、しかしダム湖の底にそれは現在沈んでおりまして、新しい綺麗な河原湯温泉駅に生まれ変わっています。でかつてはこの河原湯温泉駅も特急停車駅だったんですけれども、現在ではこの河原湯温泉に特急は停車せず普通列車のみの停車ということになっています。でそれでもね、普通列車が止まる割には超綺麗なんですよ。こんな感じ、もうしっかりエレベーターもついてるしね、とても普通列車だけが停車する無人駅とは思いません。あ、一応言っときますけど、この駅無人駅なんですよ。の地元の自治体から派遣されたなんか簡易的な改札業務を担当する方はいらっしゃるんですけど、ただそれ以外で JR の方が多分ここに来て改札業務、出札業務をやることはないと思うので、かなりこれ無人駅の規模としては立派なんじゃないかなと思います。奥にはヤンバダムを見渡す大きな橋もかかっていますが、多分あれもこのヤンバダムの建設に伴って作られたものなんじゃないでしょうか。さあここで反対方面、中野原草津口からやってきた普通列車と一概を行います。この辺りで運転されている吾妻線の普通列車は基本的に4両編成ですが、ただ特急列車がかつて7両編成、現在でも5両で運転されている関係で、ホームの長さは結構ゆとりを持って用意されています。ただ現在では特急列車も5両ですし、多分5両以上の列車はよっぽどのことがないと来ないと思うので、この長いホームもほとんど現在では使い余していると言っていいでしょう。ヤンバダムといえば2019年10月にやってきた台風19号、あの長野にある新幹線の車両基地を水没させたあの台風ですが、あの時にも大活躍をしました。もしこのヤンバダムがなければ、東京の下町、あの江戸川区とか荒川区とか、あの辺りはもう水没していたと言っても過言ではないでしょうね。この河原湯温泉駅、駅の裏手にはこんな感じで河原湯温泉駅キャンプ場というかなりしっかりしたキャンプ場がありまして、まあ、おそらく宿泊もできるだろうと思います。今日は平日でしたからそんなにお客さんは多くありませんでしたが、しかしすぐ下にあるこのヤンバダムの湖底を見下ろしながらのキャンプは結構楽しそうですね。でそしてここでまた一つトンネルに入ります。こちらのトンネルも非常に新しいもの、当然ですね、今から10年ほど前に使われ始めたばっかりのとても新しいトンネルです。2014年ですから、多分まだ特急草津で一パー合計が活躍してた頃なんじゃないかな、多分ギリギリ一パー合計が残ってたぐらいの時期なんじゃないかなと思います。現在では、かつての旧線はすでにもう湖の底に沈んでしまっており、かつてのような吾妻線の風光明媚な渓谷の様子を見ることは叶いませんが、しかしそれでもね、こんな感じで今でも一応吾妻川の、まあ、美しいかどうかは別として非常に立派な渓谷を見ることは叶っておりますので、まあいいです。
列車が間もなく到着しますのが中野原草津口駅。ちょうどこの辺りで特急列車であれば、間もなく終点中野原草津口です。草津温泉方面のバスは何番乗り場から何時何分みたいなこと言ってると思うんですけど、全くそういった案内は今回はありませんでした。そして画面の奥の方にですね、こんな感じで中野原草津口駅の電車を置いておくための留置線があるんですが、この留置線の奥に少しトンネルの入り口が見えたの分かりましたかね。ちょっと分かりづらかったと思うんですが、この留置線はかつての吾妻線の旧線、つまりかつてはあっちの奥の方へ吾妻線の電車が運転されていました。なかなか信じがたいことではありますが、今と昔とで吾妻線のルートはめちゃくちゃ変わってますからね。もうこれが本当に同じ路線なのかと思ってしまうぐらいには変わってしまっています。列車は長野原草津口駅に到着。この駅は一応一面二線の構造になってはいますが、しかしこの先万座笠原口大前方面へ進むことができるのは今この列車が到着した2番線だけ。1番線は長野原草津口止まりの列車、例えば特急草津島とか、あとはそれから先ほど河原湯温泉で行き違いを行った普通列車などが1番線側草津温泉止まり専用ホームに到着することになります。草津温泉下車駅、やっぱり日本一の温泉地ですからね。こういう風に観光客の方も普通列車からゾロゾロ降りていきます、まあ、もちろん特急列車で来るのが一番楽だと思いますが、しかしまだこの時間帯は東京からの特急列車が到着していないので、この時間帯に草津温泉へ向かうには、まあ、やっぱりこういった普通列車を使うのが無難になってくるんですよね。この画面の右側に草津温泉じゃないわ長野原草津口駅の駅舎がありますが、その裏手をこそっと通り抜けるように列車はこの先大前方面へと向かっていくことになります。この長野原草津口の駅前もかなり整備されて非常に綺麗になりましたが、昔はもう本当になんか絶望的に終わってたらしいですからね。ここが本当に日本一の温泉地草津への玄関口なのかと疑ってしまうレベルでやばかったらしいんですが、現在ではかなり改善されています。長野原草津口を出発すると列車本数はだいたい3分の2ぐらいまで減ります。逆に言うと3分の1ぐらいが特急列車も含め長野原草津口止まりということになっておりまして、意外と少ないんだなという印象です。長野原草津口止まりの列車がもうちょっと本数多くてもいいんじゃないかなと思ったんですが、やっぱりこの先にあります万座笠原口の駅も万座温泉、それから笠原温泉、2つの温泉の玄関口で、多分連絡のバスとかも多分多少はあるんじゃないかと思いますので、おそらくそっち方面の観光客のことも考えて万座笠原口まではそれなりに列車本数が確保されているんだろうと思います。現在では特急列車は全部長野原草津口止まりですけど、でもかつてはこの先の万座笠原口まで特急列車が運転されていた時代もありましたからね。一般合計の頃ですけど、なのでおそらくその頃のことも相まって長野原草津口から先万座笠原口まではある程度列車本数があるんだろうなと思います。列車はここで羽尾駅に到着。この羽尾駅も昔は結構広い構内を持ってたんでしょうね。この河川柱の長さがその昔の駅構内の広さを物語っています。画面の奥に広がっているこの何もない草がただ生え散らかしているだけの、まあ、荒れ地ですよね。でここにも多分昔は線路が何本も敷かれていたんだろうな。ちなみにこの羽尾から先列車交換設備がある駅はありません。つまりこの羽尾から先列車は1本しか物理的に入ることができないわけです。で終点の大前含めこの先に列車交換設備を持っている駅はなく、全て一面一線の防線駅。そのため一旦羽尾駅を列車が出発していくと、その列車がまた羽尾駅に戻ってくるまで次の列車は羽尾から先袋浦、万座笠原口、大前の各駅へ向かうことはできないようになっているのです。まあこれはローカル線だからできることでしょうね。特に万座笠原口から先終点の大前まで行く列車は下り4本上り5本しかありません。そのためこういう風に、まあ、ここ一応かつての特急停車駅ではありましたけれども、こういう風に一面一線の防線駅になっていても、まあ、そこまで問題はなかったんだろうなと思います。かつての特急停車駅万座笠原口に到着です。この万座笠原口までは特急列車の入線経験もあるんですが、ここから先ですよね。問題はこの万座笠原口は一応万座温泉、笠原温泉のアクセス駅ということで、一応観光需要がないわけではありません。実際にこの万座笠原口で5人ぐらいお客さんが降りていかれたんですが、もうここから先に関しては僕とそれからもう一人長野原草津口からおじさん、まあ、40代前半ぐらいかなとお見受けしますが、それぐらいの年齢の方が一人乗ってきただけで、まあ、それ以外はねもう誰も乗ってないんですよ。万座笠原口から大前までは僕とそれからそのおじさんの乗客2人だけ。ちなみにこの万座笠原口駅はこんな感じで万座天笠原口となっていますが、こういう風に駅名に中黒がついている駅名は JR ではこの万座笠原口だけです。私鉄だとね元町中華街とかいろいろこういう風に中黒がついている駅ありますけれども、 JR では意外と少なくこの万座笠原口が唯一の存在となっています。
なお、この赤妻線は比較的 JR の現在運行されている在来線の中では歴史が浅い路線でして、時を遡ること78年前、最初は現在の中野城町にあった鉄山で採掘された鉄鉱石を輸送するための貨物路線として、長野原線という名前で開業しました。ただ肝心の鉄山は長野原草津口ではなく、そこからさらに北方へ進んだ大志と書いて大志と読む場所にありました。その長野原草津口から大志までの区間に関しては、群馬鉄山を管理していた日本交換社による専用線が敷設されていましたので、群馬鉄山で採掘された鉄鉱石は日本交換社の貨物専用線と中野原線を乗り継ぐ形で運行された貨物列車に乗せられて東京都心方面へ輸送されていたわけです。そして中野原草津口、当時は中野原と言いましたが、そこから大前までの区間に関しては皆さんご存知、日本鉄建公団によって1971年に延伸開業、それと同時に路線名も中野原線から赤妻線へと変更されています。またこの赤妻線は将来的に大前からさらに県境を越えて長野県は信越本線豊沼での延伸計画がありましたが、こちらに関しては国鉄の財政力が弱まっていたことや、この先走行する吾妻屋山や草津白根山など志賀高原の山々の地熱が異常に高まっていたこともあり、そんな地熱の異常に高い場所に長大トンネルを作って列車を通したら危ないだろうというような意見もあったことから、結局大前から豊野にかけての列車建設の計画に関しては断念されてしまいました。列車はまもなく終点の大前駅に到着。この大前からさらに先、もしもねこの先にある志賀高原の山々を越えて長野県方面まで線路がつながっていたら、現在では絶対に考えられない草津温泉と善光寺と軽井沢をセットで観光するみたいな、そういう観光ルートが確立されていたかも分かりませんね。大前から先、個人的にはねやっぱり何とかしてこの先にある地熱の高い箇所をクリアして長野県方面まで線路を伸ばしてほしかったなと思わなくはありません。やっぱりその方が長野県出身の僕からしても嬉しいですからね。長野県へアクセスする方法が増えますから。列車は折り返し普通列車新米橋行きとして出発することになります。この石に掘られた道祖神っていうのかな、お地蔵さんがお迎え。この辺りは割とこういうなんかお地蔵様信仰みたいなのが多分それなりに盛んな地域だと思いますので、駅のホームにこういうものがあっても不思議ではありません。またこの駅は無人駅となっておりますので、使用済み切符の回収箱もあります。今回僕はフリー切符を使っているので、こんなところに切符を入れるわけにはいきません。この大前駅にはこんな感じで簡単な待合室もありますが、指名手配とかなんかいろいろ書いてありますね。それから危険物の持ち込み禁止、スイカをご利用ください、うんぬん。あとはこんな感じでね、ベンチには長時間列車を待つ人のためか分かりませんけれども座布団も設けられております。そしてその隣には運賃表と時刻表が掲示されているんですが、なんだこのスカスカ具合だと。一応ここ東京から1本で来れる駅なんですけどね、それで11時台から16時台まで列車が1本も運転されていない、もうどれだけこの吾妻線がローカル線なのかということが皆さんにも分かっていただけるはずです。ということで今回は関東の最果てへ向かう超絶スーパー秘境路線 JR 吾妻線のご紹介でした。終点大前まで向かう列車は1日4往復のみでかなり到達難易度が高くなっていますが、皆さんもぜひ興味があればこの吾妻線を全線乗り通し青春18切符などでやってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。